阿南医療センターは、徳島県阿南市宝田町にある、徳島県厚生農業、共同組合連合会により運営される病院。阿南医療センター、向かって、左側が、既存胸で、右側が、新胸2013年、阿南共栄病院を運営する JAA、徳島厚生連、阿南医師会中央病院を運営する阿南市医師会、両病院が位置する阿南市は、 救急医療をはじめとする地域医療体制の将来的な維持は困難であるとの共通認識のもと地域医療のあり方や両病院の連携の方策などについて協議や検討を行い両病院を統合合併し阿南医師会中央病院既存棟の東隣に新棟を建設して新たな医療センターを開設することを決定統合に先立ち2016年4月 阿南医師会中央病院は資産及び経営権が JA 徳島厚生連二条とされ阿南中央病院となった。阿南共栄病院と阿南中央病院を2019年4月30日をもって閉院。翌日の2019年5月1日、阿南共栄病院の入院患者を移送し受け入れ開院した。一般急性期病棟263床。 回復期リハビリテーション病棟40床地域、包括ケア病棟30床緩和ケア病棟15床。ありがとうございます。